宮原さん、宮原さんどうぞ。はい、じゃあおかけください。はい、はい、宮本といいます。お願いします。よろしくお願いします。今日は症状的にはどうされました？ちょっと排尿時痛があって、あと若干血尿がこう出てる感じがするんですね。はい、排尿時痛と血尿、はい、あとちょっと肺部が少し痛いかな、肺部痛があるかなという感じですかね。もうおしっこする時の痛みと、まあ、背中の方がちょっと痛くなってると、はい、いつぐらいからですか？2、3日前ぐらいからですかね。よくなるんですか、こういう、症状っていうのは？そうですね、結構何回か膀胱炎をやってますね。あ、そうなんですね、なるほど、はい、膀胱炎はもうなってるんですね。なってますね、結構なっちゃいます。さっきおしっこ の検査をさせていただきまして、はい、あ、どうでしたね、先月出てました？あ、先月出てました。あ、やっぱじゃあ、ぽいですね。そうですね、あとは白血球、尿の中に白血球っていうのが出てると、まあ、ちょっとこう膿が溜まってるというか、何か炎症があるんじゃないかなっていう感じなんですけど、まあ、それも出てますので、やっぱり膀胱炎の疑いが高いかもしれないですね。はい、お薬をじゃあお出ししますので。あ、はい、あ、でもフロモックスだったら前回もちょっと残ってるんですけど。フロモックス残ってる、はい、はいはい、あ、なんか医療関係者か何かですか？ちょっと看護師をちょっと。ちょっと、あ、そう、あ、なるほど、看護師さんなんですね。すいません。じゃあそしたら、そっか、じゃあ、わかりますね、じゃあ、お薬をお出ししておきますので、抗生剤、じゃあちょっとフロモックスと回答お出ししておきますね。はい。それちょっと様子見ましょうか。はい。なんか夜勤明けかなんかなんですか？あ、そうです、そうです、よくわかりますね。なんかその、この服装がちょっとぽいかなと思って、はい、シンプルというか。なるほど。じゃあお出ししておきますので、はい、はい、ちょっと待ち合室でお待ちください。はい、ありがとうございました。他に何か、はい、そうですね、今までこうアレルギーとか何かご病気かかったこととかあります？あ、痔だけちょっと痔を持っていて、この前手術したんです。はい。あ、そうなんですね。ちゃんとできました？うまく終わりました。4つしっかり取ってもらって。4つ。そうなんです。でしかもちょっと、はい、自分の痔欲しかったので、はい、ホルマリン漬け持ってちゃいました。ここに入れてくださいって。自分でホルマリン持ってたんですか？はい、で持って帰ってきました。変態じゃないですか。すごいですね。多分看護師さんだったらみんなそうかもしれないです。あ、看護師みんなホルマリン持ってくるんですか？血の手術するときに。多分、あ、すごいあるあるかもしれないですね。じゃあ、ちょっと知り合いで看護師あるあるやってる人がいるんで、ちょっと行ってみます。ぜひちょっと行ってみてください。痔、はい、の時ホルマリン持ってからある。わかりました。はい。じゃあそしたら受付でお待ちください。はい、ありがとうございました。はい、お大事になさってください。